セバスティアン・アイマール・バソング・エンゲナは、フランス・パリ出身のカメルーン代表サッカー選手。ポジションはディフェンダー。名字は、バソンや、バッソンとも表記される。初期カメルーン出身の両親の下で、フランスに生まれたバソングは、ティエリ・アンリ、ニコラ・アネルカ、ウィリアム・ギャラス、ルイ・サ・ハトを排出してきたクレール・フォンテーヌを、卒業後に FC メスの下部組織に入団。 2005年にトップチームへ昇格以降、3シーズンの間に公式戦で、試合得点を記録した。ニューカッスル2008年7月に、イングランドのニューカッスルユナイテッド FC のトライアルに1週間、参加し、ドンカスター・ローバーズ FC との親善試合でデビュー。7月30日に移籍金50万ポンドで、同クラブに加入した。8月26日のフットボールリーグカップ。 コベントリーシティ FC 戦でデビューし、アウェーのアーセナル FC 戦で、ホセエンリケット交代でリーグデビューを果たした。12月26日のアウェーでのウィーガン、アスレティック FC 戦で初レッドカードをもらい、2009年5月16日のホームでのフラム FC 戦で2度目のレッドカードを提示された。このシーズンのチームは18位で2部降格となったが、バソングは30試合に出場し、 チームの最優秀選手に選出されるほどの活躍を見せた。トッテナム入滑する降格に伴い対談の願いを表明したバソングに、マンチェスターシティ FC、アーセナル、トッテナムホットスパー FC が関心を寄せ、2009年8月6日にメディカルチェックを通過し、移籍金800万ポンドの5年契約でトッテナムへ移籍した。公式戦初出場となった。 リバプール FC との開幕戦で59分に、ルカモドリッチの FK からヘディングで決勝点を決め、2から1でチームを勝利に導いた。シーズン序盤の7試合に全試合先発出場と、すぐさまレギュラーをつかみ、最終的にリーグ戦28試合、全公式戦アーセ38試合得点を記録。また、マイケル・ドーソンやレドリー・キングとコンビを組み、チーム史上初の UEFA。 チャンピオンズリーグ出場権獲得に貢献した。2シーズン目は、クラブ史上初となった UEFA チャンピオンズリーグ2010から11、プレーオフ第一戦の BSC ヤングボーイズ戦で、得点を上げるなど最先良いスタートを切ったが、ウィリアム・ギャラスの加入やユネスカブールの好調さもあり、出場機会が激減した。2011から12シーズンになっても CB の5番手という、 状況は変わらず、2012年1月31日に低迷するウルバーハンプトンワンダラーズ FC にレンタル移籍し、4日後のクイーンズパーク、レンジャーズ FC 戦に90分フル出場でデビューをした。しかし、チームの守備を立て直せず、4月22日の第35節ホームでのマンチェスターシティ戦で降格が決定。 最終的にリーグワーストの82失点を喫し再開で降格となってしまった。ノリッチ2012年8月21日に入滑する時代の恩師、クリス・ヒュートン監督が新たに就任したノリジシティ FC へ3年契約で完全移籍し、キャローロードでのクイーンズパークレンジャーズ戦でデビューをした。ノリッチではマイケル・ターナーとコンビを組みレギュラーとしてプレー。 2014年10月8日、ディフェンス陣に故障者が出ていたチャンピオンシップのバトフォード FC に翌年1月までの期限付き移籍をすることが発表された。U-20 フランス代表として2006年のトゥーロン国際大会に出場し、2007年に U-21 フランス代表で2試合出場した。2009年5月25日に 2010FIFA ワールドカップ。 アフリカ予選のモロッコ戦へ向けカメルーン代表から初、招集された。その時の出場機会はなかったが、8月12日の、オーストリアとの親善試合でデビューした。トッテナムで同僚のブノは明日イコールエコトと共に2010フィファワールドカップのメンバーに選出された。エバートンターゲットバスソングオファードトライアルバイ、ニューカッスルマネージャーキーガン。 バッソンググリスマグパイズスイッチニューカッスルエッセバスティアンバッソングファインドフォーミッシングダンディーユナイテッドトリップニューカッスルメシアストラゲルズツーワークミラクルズアズインジュリーウォーリーズグローバッソングクイッツニューカッスルフォースパーズトッテナム2-1リバプールスパーズ2点を返し望みつナぐウルフズサインセバスチャンバッソングオンローンフロムトッテナムセバスチャンバッソングリーブス トテナムフォーノーリッチ、ノーリッチシティディフェンダーセバスチャンバスソングジョインズ、ザ・ホーネッツ・オン・ローンはアンティル・ジャニアリー・ワト・フォード、FC 公式ウェブサイト2014年10月8日付、バスソングジョインズ・キャマーン・スクワット、バスソングはズ・アラン・エス・チップ、セズ・レット・ナップ、ワールドカップ2010、キャマーン・ファイナリス・ワールドカップ・スクワット。ありがとうございます。